はい、皆さんお疲れ様です。今日帰ってきたばっかでございます。帰ってきてまだ2時間経ってないかな。で、プリウスの Z 最高グレードですね、のフルオプションのモデリスタ、はい、モデリスタ仕様です。ここが特徴ですね。ここのライト、これ今オンにしてるんですけど、これ一応オフにします。消えない。あ、もうつきたいんだね。つけてたいんだね。きっとつけてたいんです。はい、ということでね、見てください。これもフルオプションだからのホイール、そしてモデリスタのパールホワイトは非常に、今もうなかなか入らないと。黒はまだ出回ってるみたいな、でも白はなかなか出回らないというところなんですよ。で、はい、こちらね、19インチだか何インチだか分かりませんけど、そしてケツもかっこいいですね。よいしょ。車高もだいぶ低いです。な感じでございます。いやんって感じですね。横のシルエットもいいですね。はい。ということで、あとは専門の方に、説明を聞きましょう。おお、かっこいい。ありがとうございます。ありがとうございます。うわ、かっこいいじゃないですか。これって、はい、光るんですか？これ光ります。これモデリスタだけですよね。モデリスタだけですね。あ、ちょっと今ます、ね、ちゃんとモデリスタって書いてある。いいね。おお。これスイッチがあるんですか？これはもうライトをつけると自動的につくような形になります。ライトをつけると自動なんだ。夜中は、オートライトなので、はい、勝手にこれがつくような形になりますので、はい、うわ、ここもそうっすか。ここもついてますよね。ここもモデリスタのこのがフロントスポイラーになりますので、はい、ここがプラス加工されたところになります、ね、なるほどね、はい、すごいですね。で、まあサイドもここのスポイラーがついておりますので、これは光らないですよね。これは光らないですね。はい。で、リアですね、マフラーが、このような形になってます。マフラー見えないですね。そうなんです。すごいですね、電気自動車みたいですね。そうなんです。ここの、はい、一応下に入ってるんですけど、へえ、隠してるような形になるんですね。あ、なるほど。はい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 。ちょっと一通り説明受けていいですか？はい、かしこまりました。ここ。これはもう全部自動になってます。はい。広いっすね。そうですね。だいぶあるんですね。この下もある。この下はまあ基本的にはこう、はい、タイヤがパンクした際の修理工具が入ってるような形になりますね。なるほどっすね。はい、で、閉める。そうですね。これカメラも2台ついてるんですね、ここ。いや、バックカメラ、後ろを見るカメラと、はい、あとデジタルインナーミラーですね。ミラー、はい、中に入ってあるミラーがカメラ式になってます。はい、なので、こちら、まあ、こちらから見ていただけると、はい、ここですね。後ろがカメラでくっきりと見れるようになってます。
うわー、本当だ、はい、すごい、このミラーが。なるほど、なるほど。で、こちらが、はい、鏡面用と、あの普通の鏡とこのワンタッチで、はい、電子に戻せますので。ああ、夜中とかすごく見やすくなりますね。そうですよね、はい、あの後ろの、車乗ってる方の顔が、はい、あのしっかりと確認できるぐらいくっきりと見えます。おー、すげー、すごいっすね、はい、すごいな、このカメラの。はあ、すっげえ。なるほど、なるほど。ちょっと助手席に乗るんで説明してもらっていいですか。わかりました。わあ、こちらが内装になります、はい、基本的な操作感覚としては、はい、まずナビゲーションですね、はい、これはもうスマートフォンのような感覚でタッチをしていただけるような形になります、はい、上からナビ、オーディオ、はい、それから、携帯電話つなぐ設定ですね、はい、それから車の仕様ですね、はい、で、T コネクトっていうあの、はい、サービスなんですけれども、はい、ここあの車内 Wi-Fi とかは、はい、有料で月額でこう契約していただくような形になります、はい、タッチしていただければ、はい、あの飛べるページになりますので、はい、はこんな感じで、はーはーはー、もうここからあの Wi-Fi を飛ばせるような形になりますね、うん、はい、でこちら設定の部分ですね、はい、で最初に初期設定をさせていただきます、はい、ここの設定の車両カスタマイズですね、はい、こちらから、ポジションこの ACC カスタマイズというのをオフにさせていただきます、はい、これ何かと言いますと、エンジンを切った時でも、はい、もしくはこうエンジンがかかってない状態でも、はい、ドアに入ってくるとこうオーディオが、はい、ナビ画面がいじれるような設定になっておりますので、はい、なるほどですね、はい、基本的にはタッチなんですね。そうですね、基本的にはタッチになります、はい、あとはドライブレコーダーのカスタマイズがこちらからできます。車ですね、はい、ドライブレコーダー今オフなんですけれども、これをオンにしていただくことで、はい、この安全装備のカメラ、それから後ろのこのミラーですね、はい、でカメラで録画をすることができております、はい、でこちらをまあ音声録音とかあの中の車内の音は聞かれたくないよということであれば、はい、こちらをオフにしていただければ、はい、あの中の、音声は取られないような形になっています、はい、万が一のこうあの事故があってしまった際とか、はい、あの映像が見たくなってしまったらここ録画映像を押していただければ、はい、あの今からまあ撮り始めたんですけれどもこのような形で。おー、すげえ、サクサク動きます。サクサク動きますね。でここからですね、はい、もちろん携帯にあの映し替えたりあのすることができますので、はい、まあ、常時録画方法、はい、まあ、後ろもバッチリ撮れてますよと感じになります。はい、すっげえな。ナビの操作としては、はい、基本的にはもうここの、プラスマークですね、はい、虫眼鏡マークを押していただけると、はい、ここに、まあ、好きな、ものですね、はい、おっしゃっていただければ、例えば電話番号とかでも、はい、まあ、これうちなんですけれども、はい、出ちゃうわけですね。そうですね。落ちました。これでこんな感じで出るようになってますね。はい。あとはもちろん音声操作でもできるのかと思ってます、はい。ここであったり、あとここのボタンですね。はい、ハンドルのスイッチのボタンで。おお。トヨタモビリティ東京麹町店、本当だ、一発ですね。あ、こんな感じでできるような形になってます。すごいですね。あ、こっちにもあれ出るんですね。はい、出ます。
で、まあ、ここの、メニューとかはこちらのハンドルのスイッチで変更することができます。はい、でここでこう見れる情報とかですね、うん、車の方角であったりとか、うん、オーディオが今何流れてるかとか、うん、ドライブインフォ、うん、まあ、こんな設定であったりとか、うん、まあ、こういったものがここで見れるようになってます。はい、まあ、音量操作とは、まあ、こちらからですね、はい、例えば、まあ、ちょっとテレビ流させていただくんですけれども、はい、こんな感じで大画面で見れるようになってます。で、大変申し訳ないんですけども、うん、今の車の性能上ですね、うん、走ってる途中はやっぱり見られないような形になってるんですけれども、はい、もちろんですね。こちらのブレーキホールドってご存知ですか？知らないし。これちょっと今実際に試したんです、はい、シートベルトをした状態で、はい、ブレーキホールドボタン、これを押していただくと、はい、こちらに緑色のホールドマークが出ます。はい、これは今サイドギアが入ってるってことですよね。これは、はい、まあ、なんて言うんでしょうね、ホールドモードが今オンになってる状態で、うん、実際にこうやっていてみると分かるんですけど、ドライブに入れて、はい、ちょっと走ってきますね。はい、で、信号待ちでこう止まったとします。はい、そういった際に、ここのオレンジ色のホールドマークが出ます。はい、そうすると、足を離していただいても、前に進まないんですよ。これテスラと一緒だ、それは。あ、本当ですか。はい、そのモードと一緒です。ワンフット。このブレーキホールド中は今ドライブに入っているんですけども、はい、テレビがこう見れる状態になります。はい、走っても見れちゃうじゃないですか。まあ、そうですね、走ってる途中、まあ、走行中はやっぱりこうやって見れはしないんですけれども、はい、ドライブに入れて今ドライブ入ってるんですけど、はい、ここは見れる。でまたスタートしたら打つ、はあ、止まったら見れる。そういうことですね。はい、いずれにせよ走ってるときは見れないってことですね。そうなんです。はい、おっしゃる通り。ただ信号待ちのときとかはこうなっちゃう。そうですね。いうことですね。はい。で、ブレーキホールド中は、テスラの場合だと、はい、こう、結構ブレーキが買って、回生ブレーキが効くんですけど、はい、これはない。これはもう元々ついてる回生ブレーキのみになりますね。はい。なるほど。はい。了解です。あとはこちらのエアコンボタン、こちらはまあ特に問題はないと思うんですけれども、はい、ここが、室温ですね。はいはい、で風の調節、はい、で風の当たり方ですね。はい、で、この AC ボタンっていうのは、はい、冷たい風が出るようにするので、これは基本的にオンで大丈夫だと。オンで、はい、内気、外気、はい、外気ですね。これは？これは、まあ、これは助手席用、こっちが運転席用なんですけども、はい、このオレンジ色の方、ヒーターですね。シートヒーターです。はい、でこっちがシートベンチレーション、冷たい風が背中からお尻にかけて、降ってくるような感じ。はい、これオプションですか？これはもう標準装備になってます。標準装備なんですね。はい、あとはエアコンオート、はい、それからフロントの曇り、はい、止めですね、はい、それからリアの曇り止め、はい、こんな感じ。単純ですね。これは何ですか？ EV モード。こちらですね、通常あんまりこう使っていただくような、はい、機関がないんですけれども、はい、このモードをオンにすることで、はい、まあ、今ちょっと走行距離が足りないので今切り替えられないんですけ ど、はい、あ、なるほど、電気モードに切り替えられるんですよね。うん、で、夜中ちょっとあんまりエンジン音かけたくないよという、うん、そういった時にこのモードをしていただくと、うん、しばらくの間は EV 運転ができます。うん、でこう充電がこうなくなってしまったり、うん、あとこうスピードを出して運転したり、うん、こう力が必要になった時に自動的にこう解除されるモードになります。はい、なるほどですね。はい、でこれが、TRC オフっていうボタンで、はい、これも基本的に使わないんですけれども、よくこれ車で見る。そうですね、うん、雪道とか、うん、こう泥道で、スタックしてしまった時ですね、うん、に脱出する際に使うので、これはもう基本的にオフで大丈夫です。なるほどですね。でこのボタンは、ドライブモードを選択できるようになっています。はい、あ、快適とかスポーツ、ノーマル、エコ、この3種類になります。スポーツ、はい、ノーマル、エコ。あ、なるほど。カスタムっていうのは、はい、カスタムでこちら設定ボタンを押していただくと、パワートレイン、ステアリング、エアコンとか、これをお好みに、まあ、変更できるような形。基本ノーマルでいいかなと思います。はい、ノーマルかエコですね。はい、あとはスポーツはこう鋭い加速、高速の合流とか、はい、必要な時に使っていただければと思います。
で、これをちょっとお伝えしたかったんですけど、はい、奥岳充電、はい、こちらをここにパワースイッチがあるんですけれども、はい、オンにしていただいて、うん、青くなりましたね。差し込んでいただいて、これで充電になりますね。すごいですね。これだけで充電ができるような形になっております、はい、すげえ。もちろん今まで通り有線ですね、うん、これあの、はい、全てタイプ C のコードになってます。タイプ C の速いですね、はい、速いです。急速充電対応してます、うん、ここはシガーソケットなので、はい、まあ、こちらからあの USB ポートでも充電は可能になります、はいはい、こちら物入れなんですけれども、こちらあの奥にも入る。結構深いですね。深めですね。なるほど。でこちらがこうドリンクホルダーになっていて、はい、であとこちらですね。はい。あ、ごめんなさい、これプリンス。あ、ありがとうございます。こちらにもあのタイプ C が、2つ、はい、あるような形。すげえな。まあ、至る所で充電ができるような形になってますね。はい、これはウィンドウはこう閉まるんですね。これははい、手動であの、はい、開け閉めするような形になります。はい、へー、あ、だいぶ違うんですね、やっぱ光の入れ方。そうですね、だいぶあの車内の広さもあの広く見えるようになりますね。あ、本当だ、全然違うわ。全然違います。はい、いや、すっごいですね。あとは、はい、ちょっと運転席側の方のご説明もさせていただきますので、はいはい、はい、失礼します。こちらが、まあ、あのライトのヘッドライトの表示を、はい、あのやるボタン、まあ、通常3ぐらいが、はい、あの、はい、通常の位置なので、とりあえず今3に設定してあります、はい、これがアダプティブハイビームシステムというものになります、はい、これオンにしていただくと、はい、まあ、夜中ですね、こう走行している時に、はい、まあ、暗い道とかあるじゃないですか、はい、そこで、自動的にこうハイビームしてくれるっていうものとの、はい、さらにこう上で、対向車がいるとやっぱりハイビームが下がるんですけど、はい、このアダプティブハイビームシステムは対向車であったり、はい、人を検知して、はい、そこじゃない部分だけを明るく照らしてくれるモードになってます、はいはいはい、なので、こうちょっと暗い道とかそう、はい、運転されるときはこのモードを使っていただけるとはい、いいかなと思いますね、はい、こちらが、ステアリングヒーターですね。ハンドルが温かくなります。冬場は、非常に貴重な、快適な装備になってます。大体30秒ぐらいするとじんわりとこう暖かくなってきますので、はい、冬の最後、はい、ご利用いただければと思います、はい、ここに ETC ボタンが、ETC がありますので、はい、こちらも、ETC カード挿入していただければすぐ使えるような状態になっています。これがガソリンの給油ランプ、はい、あ、ごめんなさい、給油を開けるボタンですね、はい、これ左が後ろが開くような形になってますので、はい、こちら押していただければすぐ、はい、これがリアの、パワーバックドアですね、はい。この AC100V というのが、はい、万が一のこう被災とかの際にここから実はコンセントで給電ができるような、はい、それを使うボタンになってますので、はい、まあ、走行中とかは使えないんですけれども、はい、万が一こう停電してしまったとか、はい、そういう時にここから車が、電気を給電できるようになります。だいたい5日、一般家庭で5日ぐらいの電気を、燃料満タンで5日間で、はいはい、燃料満タンで5日間、はいはい、すげえな、うん、これがあれですね、前のボンネットを開けるボタン、ボンネット、はい、開けるボタンになります、はい、なるほど。サイドブレーキ解除じゃないんだ。そうなんです、サイドブレーキは実は電動式なのでこれないんですよね、はい、ないんですね、はいはい、なので、ブレーキ踏んでドライブモードに入れていただくと、はい、自動的にこう解除されるような、形になります。うんうんうん、一応そこの真ん中の P ボタンですね、はい、で解除を手動で、あ、下ですね、はい、下で解除することはできるんですけれども、これ押すと解除、あ、こちらですね、こちらの下の方です、あ、これで解除、はい、解除等はできるんですけれども、はい、基本オートモードになっておりますので、はい、まあ、使うことはあまりないかなと。なるほどなるほど、はい、すげえ。あとはこちらですね、シートポジションをこう記憶できるメモリーになってます、はい、はいはいはい、セットボタンを押して長押しですよね、1やっていただくと、はい、今の音が設定完了の音になりますので、はい、なるほど、今の、固定した、はい、ところになるようになってます。なるほどですね、はい、これ2つまで設定できるもの、はい、こちらシートは、全て電動パワーシートになってますので、はい、まあ、こちら下であったり前であったり、はい、今安全装備が当たれちゃってます、
リクライニングと、あとここですね、ランバーサポート、腰ですね。あ、本当だ、腰すげー。腰まで、セットできますので、はい、お好みの設定にしていただいて、セット1を押していただければ。なるほどですね。はい。はい。で、これがミラーだから、これは大体わかります。そうですね。はい。なるほどですね。はい。これ、あれは、高速で、オートクルージングは、はい、それがこちらのボタンになります、はい、このボタンを押していただくことでレーダークルーズモード、はい、すぐにスタートできるような形になっております。はい、でレーダークルーズスタートしたら、はい、ここのプラスマイナスで、はい、速度ですね、はい、決定ができます。なるほど、はい、あとはここも使うことはないんですけれども、はい、車線逸脱ですね、はい、防止機能っていうのを、はい、オフにする機能なので、これは基本使わなくて大丈夫です。はい、なるほど。で、このモードっていうのが、実はレーダークルーズと、クルーズコントロールモード、はい、こちらですね、2個あるんですよ。レーダークルーズとクルーズコントロールモード。はあ。レーダークルーズモードは、はい、前の車にもうついててくれて、前の車が減速したら、はい、自社も減速する、はい。で、スピード上げてたら、最高速度、こちらで設定した最高速度まで、はい、走ってくれる。はあ。逆に、この、うん、クルーズコントロールはもう完全に一定速度で走るモードになりますので、はいはい、基本的にはもうレーダークルーズでやっていただければと思います。わ、はい、かりました。でこちらが車間距離ですね、設定するような形になってますので、はいはいはい、やっぱり、最初の初期モードだとかなり車間距離を空けて、はい、開いてるのでちょっと入られちゃって怖いとか、はいはいはい、そういった場合にこれ押していただければ、はい、設定ができるようになります。はい、ちょっと見づらいんですけど、この真ん中の下ですね。あ、これですね。これですね。キロの下です。下ですね。はい。設定できるような形になってますので。すげー。え、これなんすか。このこいつなんすか。これは音量ですね。あ、音量ですか、はい、これ。それを上にしていただくと。オーディオの音量が上がる。そんな形です。プーじゃないんですね。あ、そうですね。プーはもう通常にこれですね。なるほど。はい。いや、運転席はこのぐらいですか、ね、はい、了解です。はい、よいしょ。あとは、はい、次はですね、まあご存知だと思うんですけど、開けるところがここになりますので、はい、あ、はいはい、ここからお乗りいただくような形になります。はい、以上で、こう、はい、大体のご説明は以上になるんですけど、なんかやっぱ暗いとかっこいいな。